再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。本日の動画はダイソーのユーアグラムから新発売されたティントリップグロス全4色を実際に使ってレビューしていきたいと思います。今回紹介するのはこちらのユーアグラムのティントリップグロスというアイテムで、2月の上旬に発売されたようなんですが、新作コスメになっています。お値段が税込み110円になっております。カラー展開がこちらの01番ポピーレッド、02番ホットピンク、03番ローズ、04番テラコッタブラウン、こちらの全4色です。で、商品説明なんですが、ジューシーリップ、しっかり色づき落ちにくい、さっと一塗りでしっかり発色するジューシーなツヤ感のティントリップ、色落ちや色移りもしにくく、マスクメイクにもぴったりですとのことです。今回新作コスメなんですけど、ティントリップグロスということで、ティントの色持ちの良さもありつつ、グロスのジューシーなツヤ感もあるっていう、いいとこ取りの最強リップですね。それでは早速開封してみたいと思います。じゃーん、パッケージはこんな感じです。パッケージはね、ユーアグラムのリップオイルと同じですかね。ちょっと蓋の色が違うかな。蓋の色はね、グレーになってます。クリアなパッケージで、色もねパッと一目で見てわかるので、これすごいいいですよね。開けてみます。おぉ、なんかちょっと思ってたテクスチャーと違いそう。チップタイプですね。なんか結構ティント感が強そう。ではまず01番のポピーレッド。01番のポピーレッドはこんな感じです。かなり鮮烈な赤で、思ったよりグロスのこう、重いテクスチャー?トロッとしたテクスチャーではないですね。ちょっと水っぽいような感じで、少しこう、とろみもあるような感じ。はい、次がこちらの02番のホットピンクです。こんな感じ。はい、ホットピンクはこんな感じで、結構パキッとした感じのピンクですね。コーラルピンクのような、青みピンクのような、かなり鮮やかでパキッとしたピンクです。次が03番のローズです。あ、これめっちゃおしゃれな色。くすみローズみたいな感じ?ちょっとベリー系っぽい感じですかね。ちょっと大人っぽさもあって、すごい可愛い。そして最後はこちらの04番のテラコッタブラウンです。わ、テラコッタブラウンすごいおしゃれ。高サイドでオレンジが強めなんですけど、ちゃんとブラウン味もあって、おしゃれなテラコッタです。はい、4色全部塗ってみるとこんな感じです。最初塗った時結構ツヤツヤで水分感があったんですけど、今だんだんこう乾いてきて、ちょっとティントっぽい感じの、しっかり色残りしてる感じの質感になってるのがわかるでしょうか。そんなにこうツヤツヤっていう感じではないかなって思います。で、全体的にやっぱりティントなので、発色が全体的に高サイドでパキッとした色味になってると思います。それではティントリップということなので、ティッシュで拭き取ってみて色残りを見てみたいと思います。はい、5分経ったので拭き取ってみます。はい、今ね結構強い力でこすってみてるんですけど、水系のティントほどくっきり色残りするわけじゃないんだけど、しっかり色残りしてくれますね。やっぱりティントグロスだから、そこまでがっつり色残りしすぎないのかもしれないです。色残りはこんな感じです。ちなみにこれメイク落としウォーターを含ませてみたんですけど、あ、メイク落としウォーターだったら結構すんなり落ちますね。だからメイク落とすときは意外とすんなり落ちてくれるかもしれないです。こんな感じで若干ちょっと赤残ってる気がするんですけど、綺麗に落ちます。はい、それでは実際に唇に塗ってみたいと思います。まずはじめに私のすっぴんの唇の色はこんな感じです。まずこちらの01番のポピーレッドから実際に塗っていきます。はい、01番のポピーレッド塗ってみました。手の甲に塗った時よりも、実際に唇に塗ってみると、
そんなにツヤツヤ感、うるうる感っていうのは目立たなくて、表面は結構サラサラしてる感じです。ちょっとセミマットな感じの質感ですね。で、塗りたてはそんなに乾燥しないんですけど、長時間つけるとちょっと乾燥しそうな感じがするので、リップ下地使ったり上からグロス重ねた方が乾燥は防げるかもしれないです。で、こちらのポピーレッドの色味は発色はかなりパキッと高発色ですね。結構真っ赤っていう感じ、基本の赤という感じで、今回こんな感じで普通にベタ塗りしたんですけど、唇の内側とかに塗ってぼかす感じの方が可愛いかもしれないです。で、色移りしにくいってことだったので、ちょっとティッシュに色移り見ていきたいと思うんですけど、まず何もティッシュオフしてない状態から1回目やってみます。はい、こんな感じ。こんなにパッキリ色出てるのに、色移りかなり少ないですよね。もう一回色移り見てみます。パッケージには一回ティッシュオフするとより色移りしにくくなるっていう風に書いてあったので。はい、こんな感じでーす。わかるかな？ほとんど色移りしてないですね。こっちは色残ったままなんですけど、こうやって触っても、もう完全に色が唇に着色された感じで、これは確かにマスクの下でも落ちにくいわ。はい、次がこちら02番のホットピンクでーす。この色めっちゃ可愛い。かなりですね、可愛い感じの甘めのピンクなんですけど、結構パキッと鮮やかなので、これもかなりポイントになるような色ですね。このカラーがすごく絶妙で、コーラルピンクっぽいんだけど、青いのかな？青みピンクっぽくもあるというか、私ブルーベースの冬なんですけど、あんまりコーラル系の色が似合わないんですけど、この色だったら割と似合う気がするので、もしかしたらちょっと青み入ってるのかもしれないっていう感じ。でも一言で言うと、鮮やかなピーチピンクみたいな色味ですね。結構ポップでね、鮮やかな色なので、これからの春メイクにすごいぴったりなんじゃないかなと思います。私はすごいキュートで、甘顔になれるので、めっちゃこれは気に入りました。はい、ティッシュオフ1回目はこんな感じで、2回目がこんな感じで、1回もオフしちゃうと全然色つかなくなります。はい、次がこちらの03番ローズです。はい、03番のローズは、実際に塗ってみると、しっかりと赤みがあって、ちょっとこうくすんだ感じとか、深みのある感じっていうのがあって、大人っぽさとかおしゃれ感もしっかりと感じられるローズカラーになってます。結構可愛くフェミニンな感じにも決まると思うんですけど、意外にかっこいい系のメイクにも合わせやすそう。色気の出るような色かなと思います。で、これは結構ね、秋冬とかでも使えそうな深みカラーでめちゃくちゃおしゃれです。ちょっとこう肌がね、美白に見えるような、若干ちょっと青みがあるローズカラー。はい、ティッシュオフ1回目はこんな感じ。1回ティッシュオフするとこんな感じで全然つかないです。最後はこちらの04番、テラコッタブラウンです。はい、テラコッタブラウン塗ってみるとこんな感じで、私黄みが一切苦手なブルベなので、ちょっと究極に似合ってないかもしれないんですけど、ちょっとそこはお気になさらず。やっぱりオレンジが強めで、ブラウン味20
80%、オレンジ味 80% ぐらいの感じで、結構パキッとしてますよね。なんかテラコッタって秋冬のカラーかなって思いがちなんですけど、これは結構ビビッドなので、これからの春の季節にもすごく映えそうです。深み系のテラコッタっていうよりは、こうちょっとポップな感じの、パッと顔色を明るく見せてくれるようなテラコッタですね。ティッシュオフ1回目。はい、ティッシュオフ2回目がこんな感じです。このリップのいいところは、こうやって2回もティッシュオフしてもしっかりと唇がちゃんとね、染まっててくれることですよね。なのにメイク落としの時は意外にスルッと落ちてくれるっていう。はい、ということで今回はこちらのユーアグラムから新しく新発売されたティントリップグロス全4色を実際に使ってレビューさせていただきました。実際に使った感想なんですが、正直言ってめちゃくちゃ優秀、ちょっと語彙力がないんですけど、ティントリップグロスということで、ティントだから色持ちがすごくいいんだけど、めちゃくちゃ色残りするっていうわけでもなくて、メイク落としで落とそうと思ったらしっかりと落ちてくれる。今までの100均のティントって結構水系のものが多くて、ちょっと乾燥のしやすさだったり、なんかすごいこう染まっちゃう感じっていうのがあったと思うんですけど、なんか韓国の昔の水のティントみたいな感じで。でも今回のティントはすごく新しくて、ティントの割に潤いしっかりあるし、あとね、あんまりね、透け感がないんですよね。これ1本でしっかりと可愛い唇にしてくれる。だからそこはちょっとグロスと違う感じ。私ね、これ気づいちゃったんですけど、ちょっとロムアンドみたいな感じ。水タイプのティントとは違って、ちょっとこう乳化してる感じっていうか。まあ冬とかはこれ1本だとちょっと時間が経つと乾燥が気になってくるかもしれないんですけど、まあ、逆に言えばマスクに全然色移りせずにずっと色キープしててくれるので、乾燥気になる人は、まあ、リップ下地とか、まあ、上からグロス塗ってもいいかなって感じ。ただ私は、まあ、あんまり乾燥とか気にならないタイプなので、これ一本で全然いけるなって思いました。ユーアグラムから今までいろんなリップ出てきたと思うんですけど、これかなり私気に入りました。ユーアグラムのロム&風リップと言っても過言ではないと思います。ということで気になった方ぜひダイソーにてチェックしてみてください。はい、ということで最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆちゃんでした。またねー。